こんにちは、タケです。タケのスイーツ万有記です。スイーツ男子のタケが大好きなスイーツを食べまくる動画です。今回は、幸せチーズケーキですね。親戚のお姉ちゃんの、エミコ姉ちゃんっていう人がおるんですけど、その人がちょっと買ってくれたやつなんですけど、結構面白いやつなんで、チーズケーキなんですけど、一応ね、箱がこんな感じなんですね。幸せチーズケーキですね。で、どんな感じになってるかというと、これぐらいの大きい感じですね。で、こっち側ですかね。で、幸せって書いて、見えますかね。幸せって書いてる感じですね。結構重たくて、で、結構チーズの香りしますね。見た目はなんかリクロおじさんっぽいんですけど、まあどんな味か一回食べてみますね。結構これに、地元では人気らしいんで。じゃあ、早速いただきますね。外観はこんな感じになってますね。こういう、ほんま、リクロおじさんっぽいですね。なんかこのケーキ、チーズケーキっていうか。で、字が、幸せって書いてますね。幸せの C ぐらいから食ってもらうな。あ、でもなんか、リクロおじさんっぽいですね。このサクサク感が。こんな感じですね。早速いただきます。うん、味おいしいっすね。感じ的にはリクロおじさんのちょっと硬いバージョンって感じなんですけど、あの感触的には。でも味が全然ね、すごいチーズの、濃いチーズの味がします。かなりチーズケーキの濃いチーズですね。あー、美味しいっすね、これ。さ、全然、リクロおじさんも全然、これ見たらあかんな。まあ、味が全然違いますね。うん、僕的にはこっち側の方が全然、チーズの味が濃くて、すごい美味しいっすね。結構さ、これ地元では人気らしくて、だから、この間買ってきてくれたんですけど、美味しいっすわ、これ。全然美味しいじゃん。チーズの味が。うん、めちゃくちゃ濃いっす。うまいわ。なんか、ついついなんか食ってまいそうな。で、スフレ系なんで、そんなになんか、お腹には来ないんですけど、でも味が結構濃いから、結構、ちょっと食べたらお腹いっぱい、結構満足するかもしれないですね。味自体が濃いんで。あー、美味しかった。そしたら、スイーツ、タケのスイーツ万有記でした。エミコ姉ちゃん、ありがとう。